でした。チコさんありがとうございました、うん、はい、今まで不確かで、よく分かっていなかった自分というものが近い形になって、なおかつその自分を好きになる術を教えていただいたっていう、そうですね、これから先生きていく中でさらに自分を磨いていくことにこれからスタートできると思います。ありがとうございました。